ラケラウ法定速度で走ってます。はい、 YouTube チャンネル始まるよ。よろしく見てください。シャッケン。アルミテープ中国製。こんにちは。今日ご紹介するのはアルミテープ中国製。中資材のね、補修に、サイズ約70ミリ幅ね、かける長さ 1.8 メートル。用途を選ばない幅広タイプです。それでは詳細見てみましょう。よいよい。したけなの。はい、詳細です。アルミテープ中国製。用途は流し台の継ぎ目の野菜、くず、水落ち防止に、冷蔵庫、洗濯機等の傷や補修に、ガスレンジ、食器などの周囲の水滴など飛び散り防止に、網戸、目張り、雨戸、煙突等の補修に、自動車、自転車、三輪車の傷や補修に、あと、ちょっと待ってください。郵便受けね、犬小屋の修理保証に、棚、ウィンドットの装飾に、材質は、ね、アルミニウム箔です。イリス1枚、サイズ70ミリかける長さ 1.8 メートルです。じゃあ実践見てみましょう。よいよい。さっきの実践です。ここからここをね、これアルミテープ使って貼りたいと思います。じゃあこれもね、いきます。またね、違う用途でね、使いたいと思いますね。これちょっと幅広いんでね。こんな感じでいいかな。そして、カッチ。カッチ。カッチ。はい、こんな感じで継ぎ目でね、使いました。またね、違う用途にも使ってください。それじゃあこれも良いんでね。良い良い。それじゃあエンディングです。シャキナオ。エンディングです。いかがでした？昨日の途中から貼り付けましたけど、本当はね、1枚でね、ずっと貼るんですけど、ちょっとこのご紹介のために、これをね、貼る部分も残しておいたんで貼りました。いかがでした？じゃあこれも良いんで、良い良い。グッド評価、バッド評価、グッドバッド、コメントも待ちしております。チャンネル登録こちらでよろしくお願いします。過去の動画隣に貼っておきます。よろしくお願いします。じゃあ課金課金ダブル、過去はライコジャキシャクマン、バイバイ。キングガードキュンキュンキュン、課金地球暑いぜ。でも寒いから暖かい格好して、また次回も見てね。シャキラウ。